次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。あるからして富野監督がその熱い思いを込めて作ったのが機動戦士ガンダムっていうんだけど、まあね、でもこれはね、あくまで宇宙世紀って呼ばれるガンダムシリーズのごく一部なんだよね。なんでこの先もまだまだあるわけよ。わかった高弓ちゃん。高弓ちゃん、あ、終わりましたか？耳栓、今の話聞いてなかったの？はい、あまりにも長かったんで。あー、長かった長かった長かったよね。じゃあもう一回最初から今度は短くやるから。いや、もういいですよ。それに今夜もどなたかお越しになるんですよね。あー、そうそうそう、そうだった。お一人は常連さんの J キャスト取締役の蜷川さと子さん、そしてもう一人はメデリ株式会社の坂梨ありささんで、お二人とフェムテックは何をもたらすのかっていうテーマでお話しするんだよね。フェムテックって何ですか？フェムテックっていうのはフィーメル、つまり女性を表す言葉とテクノロジーを掛け合わせた言葉で、まあ、簡単に言うと女性特有の問題や課題をテクノロジーで解決しようってことなんだよね。女性特有の問題、まずほら、その辺についてはご本人から聞いてみようよ。ちょうどお二人がいらっしゃったところですよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は常連さんに J キャストニュース取締役の蜷川さと子さん、お客様にメデリ株式会社の坂梨ありささんをお迎えしました。蜷川さん、坂梨さん、どうぞよろしくお願いします。プロフィールを紹介します。蜷川さんは商社系のマーケティング会社を経て2002年に J キャストに入社されました。2006年には J キャストニュースの創刊に携わり、現在は女性向け情報サイト東京バーゲンマニア、地域情報サイト J タウンネット、その他新規事業の立ち上げにも関わっておられます。はい、というわけで蜷川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、蜷川さん、この浜カフェのね、常連でいらっしゃって、毎回毎回ね、面白い方をいろいろね、連れてきてくださって、本当に我々もありがたいなと思ってるんですけど、これ毎回ね、蜷川さんに出ていただくときに聞くのが、東京バーゲンマニアっていうのがまさにこうね、どういうものが今売れてるのかっていうことの、まあ、トレンドをまさに映しているメディアなわけですよね。はい、なんで毎回、例えばこの確か去年コロナ禍になった時はやっぱりマスクが急に売れて急に売れなくなったみたいな話を確か伺ったのを覚えてるんですが、最近はどうですか？東京バーゲンマニアでこういうのが売れてるとか、注目はこれだとか、何かありますか？ちょうどたまたま今日はあの東京バーゲンマニアの編集長から聞いたんですが、はい、ここ2ヶ月ぐらい急にあのファッションの記事がよく読まれるようになった。それはだんだんやっぱり皆さんワクチンも入ってきたし、うん、まあ、ちょっとまだね、大変な状況ですけど、はい、うん、まあ、やがてそろそろ我々外出れるだろうみたいな機運が高まってるから、うん、ファッションってことなんですかね。どうなんですかね、まあ、ちょっと今まで去年までファッションあまり見られなくて、うん、その気持ちのね、こう揺り戻しとかいろいろあるのかもしれないし、おっしゃったように確かにそろそろ出られるかなということで見に来ているのも多いのかもしれないです。というわけでね、こういう本当に世相を映すサイト、東京バーゲンマニアというか、ぜひ皆さんも見ていただきたいと思うんですが、じゃあ今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて坂梨さんのプロフィールです。大学卒業後 EC コンサルティング会社でマーケティングや EC オペレーションを担当され、2014年よりフォーミー株式会社に参画されました。2018年からは代表取締役に就任し、2019年12月末に任期満了に伴い退任。
2020年にメデリ株式会社を設立されました。はい、というわけで坂梨さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、坂梨さんは今メデリという会社を設立されたということなんですが、これはどういう会社なんですか？はい、ですね、主には端的に言いますと、はい、女性向けのヘルスケア商材を取り扱っている、販売している会社になってまして、はい、最近だとフェムテックというフィメールテクノロジーっていうキャッチーなこう言葉でまとめられた領域 の会社になっております。具体的に今このメデリーで出されている商品で、こういうものがそのテクノロジーの力を使ってあるんだっていうのがあったら教えていただけますか？はい、今事業は2つありまして、はい、1つ目が妊活サポート事業っていうことで、妊娠のね、はい、妊娠準備で私のちょっと原体験で不妊治療をですね行っていたんですけれども、うん、今不妊治療を始めて5年目ぐらいになるんですが、うん、はい、その経験から膣内のですね、うん、細菌バランスの確認がお家で簡単にですねできるキットを販売させていただいてまして、妊娠の時ってそこの細菌のバランスというのは大事なんですか？うん、そうですね、早産ですとか流産につながるものになってまして、その細菌バランスを、はい、病院でも取り扱っている解析器具を用いて解析するものなんですが、そのチェックキットと、またさらにですね、その細菌で善玉菌がいるんですけども、はい、その善玉菌を、増やすサポートをすると言われる、成分を含んだサプリメントを販売しています。もしよければそういったその製品名も教えていただけますかね。変わってくれる人もいいかもしれないんで、はい、妊活サポート事業はウブというブランドで展開しておりまして、 UBU ですかね、 UBU、はい、ウブで、はい、ウブチェックキットとウブサプリメントで検索していただけると、はい、出てきます。なるほど。はい、もう一つがちょうど先月6月から始めた事業になってまして、うん、オンライン診療によるピル処方のサービスで、コロナ禍でですね、初診がですねオンラインで今認められていて、やれるようになったんだ。特別に、はい、認められているんですよ。ピルってね、僕も、浅い知識ですけど、例えばはっきり言うと、性行為をした後の女性がね、その妊娠を防ぐために飲むっていうことで海外では一般的じゃないですか、うんうんうん、だけど日本って実はすごく厳しい規制があって、お医者さんの処方がないと確か普通買えないですよね、うんうん、だからそういったもっとピルを一般的に普及させるためにオンラインが今できるようになったから、オンライン処方をやるようになったっていう。そうですね、弊社が取り扱ってるピルは、はい、ピルの中でも低用量ピルと呼ばれるもので、じゃあそういうものよりはもう少し軽いやつなわけですね。はい、そうですね、でデイリーで毎日服用するものになるんですけれども、うん、避妊だけじゃなくて、はい、生理痛の緩和でしたり、うん、PMS と呼ばれる月経の前 の気分の落ち込みとか、そういうところもですね、ケアしてくれるお薬になってるんですけど、はい、それが、はい、初診からオンラインで先生に診療いただけて、ご自宅に数日以内に届くみたいな。これ、僕男なんで、高山ちゃんとかね、他の女性の方の方がよっぽど分かると思うんですけど、やっぱり生理前の気分の落ち込みとか体の不調ってすごい辛い方って、辛いって言うじゃないですか。だからそういう方は今まであまりそのピルとかで飲む対処法がなかったわけですね。はい、知らない方も多いですね。そういう症状がピルで改善されることを知らない方も多いので、うん、高山ちゃんちなみに知ってた？あ、そうですね、一応友達で使ってる子とかもいるので、うん、知っては、はい、います。そうなんですよ、だからそこのリテラシーをですね、高めるって言ったところもですね含めて、事業として頑張っていきたいな。なるほど。私ももう何年か前から飲んでいてですね。あ、そうなんですね、はい、で なんとなく特に私の年代とかだとピルってちょっと恥ずかしかったりするわけですよ、うん、で私そう言いたいんですけれど、はい、ピルは自分のために飲むものであって、うん、男性のために飲むものではないんですよ、うん、ちょっとそういうのはこう変えていかないと、なんかちょっと女性もすごく病院に行ってピルもらったんだとかピルもらおうって言いづらいなと思ってますね。僕もだからさっきまさにピルってイコールどうしてもまだそういうなんですかね、うん、妊娠を止めるものに使うっていうイメージがすごく強くて、うん、でも実はもっとライトなって言うとあれですけど、はい、軽度なもっと普段の日常生活を快適にするためのピルが実はいっぱいあるわけですね。はい、なのでユーザーの方にも肌荒れが生理周期で起こってしまうので、うん、それを改善するために飲むんだとか、そういうライトな気持ちで飲んでらっしゃる方が多いですね、うん、はい、なるほどね。なんかすごくやっぱり
私はそんなに生理が重くないんですけれど、うん、まあ、やっぱり楽になるし、でよくあの心配される方で飲むと生理が止まっちゃうんじゃないかとか、うん、そういう心配をされるんですけれど、実はそんなことがなくて、もう本当にそういう情報はぜひたくさん発信して、こう女性がもっと楽に、ね、あの働いたりできるようになるといいなと思っています。意外と女性も知らないわけですね、そういうことを。そうですね、それこそあのピルイコール避妊で止まってる方もいるので、うん、はい、こうそのあの今例えばそのウブで作って販売される上で、こういうこともうちょっと世間に知ってほしいとか、うん、そういうのってあります？そうですね、あの、まあ、誰でもですね、こういつか産めると思ってると思うんですけど、私も20代、うん、本当に26歳から不妊治療をやっていて、はい、あの20代でも不妊になるってことはあるので、やっぱりこういつか子供を持ちたいと思ってらっしゃるんだったら、うん、やっぱりあの定期的な検診と、あの今はブライダルチェックって呼ばれていますけれども、うん、あの産めるかどうかの確認っていうのはあのしておくべきだなと思います。なるほど、はい、二中さんどうですか、今の坂梨さんの話は。そうですね、本当に特にあのもういくつから準備しても早すぎることはないと思います、うん、私2人子供いるんですけれど、うん、まあ、私の場合は2人目が本当に40過ぎてから産んでますが、1人目と2人目が7年離れてるんですね、はい、で別に7歳離したかったわけではなくて、やっぱり2人目は子供ができるまで4年間かかっていて、やっぱりもう年だったので、もうさっさと病院に行って、うん、もういろいろと手を打って、でもそれでも手を打っても4年間かかりましたので。なるほどね、しかも働きながらっていうことですよね、うん、そうですよ ね、 そうですよね。で結構あの何ですか、会社でその何でしょう、妊活のために会社を辞めてしまう女性も結構多いですよね。これからもっと女性が社会に進出して働くようになると、逆に言うとお忙しいから、うん、そういったところに行く時間がなくなったり、気にかける時間もなくなるわけですよね、うん、だからむしろ逆に、だからこそこういった意識啓蒙とか、うん、そういうのが大事だっていうことですよね、はい、浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ここからはですね、フェムテックは何をもたらすのかというテーマでお話をまずしてみようと思うんですが、まずね、改めてもうそもそもフェムテックって何ですかっていうことをちょっと坂梨さんにまず教えていただけますか。はい、あの冒頭でも説明したんですけど、はい、女性特有の健康課題っていうのをあの最新のテクノロジーで解決するっていう領域になるんですけど、日本は割とまだそのテクノロジーによった企業が少ない印象で、生理用のショーツ、生理の吸水ショーツが結構最近は多く出てきたかなっていう印象ですね、うん、もっとなんかそのよりこう高度なテクノロジーを使って根本的にいろいろ解決するっていうのはまだそんなに多くない。日本では多くないですね。あの規制もあの曖昧なところがあったりして、うん、こう参入しづらいっていうところがあると思うんですよね。ああそうか、はいはい、他にもあのメデリっていう今坂梨さんがやられてる会社以外に、なんかこういうベンチャーがあるとかってなんかあるんですか、うん、面白いフェムテックベンチャー。ああそうですね、あのファミワンさんっていう、あのファミワンっていうサービスがあるんですけど、はい、そこはあのそれこそ妊活相談の、うん、あのはい、サポートされてらっしゃって、専門家のご意見があの聞けるっていうアプリを提供している会社さんですとか、あとは、まあ、多いのは生理用 の、 その生理吸水ショーツさんだと、なぎさんっていうちょっとスタイリッシュなあの生理用ショーツの会社さんだったり、うん、はい、あと海外のですね、あのフェムテック商品プロダクトを日本で販売するためにあの尽力されてるフェルマータさんっていうフェルマータ、はい、会社さんがあったりします。蜷川さんはどうですか。蜷川さんもいろんな会社とかね、あの面白い企業家ご存知ですけど、日本のフェムテックってどういうふうにご覧になってますか。有名なのはね、昔からある、何でしたっけ、ルナルナとかもそうですよね。あのあ、いつ生理が来るよっていうのを教えてくれるアプリからスタートしている会社さんで、はい、オンライン診療によるそのピルの服用支援っていうところもされてらっしゃいます。で最近だとあのやっぱりフェムテックって女性の健康美容、はい、あとまあ子育て関連で、ね、うん、
いくつか出てきてます、ね、あのその辺がまさに お二人にお伺いしたくて、あの、まあ、今日ほら4人中僕だけ男性なんで今日完全に私めが教えていただく回なんですけど、そのもうすごい失礼な質問だったら申し訳ないですけど、女性のその課題っていう時にそのフェムテックの範疇に入るときっといろんな問題があると思うんですけど、それまず、まあ、全体像を教えてほしいっていうか、まず当然妊娠妊活サポートみたいなのがありますよね、うんうん、それから当然生理にまつわる問題というのは多分いっぱい女性の場合あって、他にどういった課題があるんですか。あと、まあ、大きく言うとあのもう一つ更年期ですね。あ、はい、そうか、うん、私も多分更年期なんですけど、あの早発閉経と呼ばれるあの症状なので早くに閉経してるですね。なので不妊に至ってるんですけど、なるほど、なので早く多分あの更年期が来てるんですよ。やっぱ更年期は、まあ、もう何でしょう、閉経を、まあ、してからっていうものでもなくなってきているというか。なるほどね。なんて当たり前ですけどものすごい人によって違いがあるわけですね。高山ちゃんとかどうですか、今の2人の話聞いて。あ、そうですね。なのでやっぱりこう女性と男性っていう大きな括りだけじゃなくて、うん、女性同士でも違うの、ね、あの私は、はい、あの例えば自分はまだ軽い方なので、うん、PMS が多分もっと重い方と全然こう認識が違うのかなと思っていて、うん、なんかお互いをこうどう、まあ、認め合うというか認識し合ってこう世界とか啓蒙していくかっていうのは、うん、すごく難しい業界なのかなっていうのはちょっと思ってますね。いや、男性の方があんまそういう体の違いって、それ根本的な差ってあんまり気にしないですよね、うん、やっぱ女性の方がその辺がお子さん産んだりいろんな機能があるから、うん、その分やっぱ違いが出てくるっていうことなんですかね。やっぱり私感じるのは女性が働くようになったからこそやっぱりその辺のケアがすごい注目されてきて、まあ、うん、家にいたらちょっと辛くたって横になれますけれど会社にいたらそうもいかない、うん、でやっぱり調子が悪いとあの仕事の効率も上がらない、うん、なんかあの読んだのでびっくりしたのがいわゆる生理、まあ、月経随伴症状による経済損失が年間6828億円、うん、でそのうちの7割が労働損失といって、まあ、いわゆるこう働きづらくなったり効率が悪くなったりそういうことって実はかなり出ていて、やっぱりそこを補填するためにいろいろなこう技術でサポートしたり薬だったりいろんなことでなんとか自分の体調を整えて働き続けるっていう女性は増えてるんじゃないかなと思います。これだからやっぱりフェムテックっていう言葉はこの数年ですけど、やっぱりそれはまずテクノロジーが非常に進んできたっていうことに加えて、うん、やっぱり世界中で日本だけじゃなくて女性がどん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 社会進出するようになってきたからこそ今このテーマが注目されてるっていう、私はそうなのかなと。やっぱり生活が変わって余計そこをじゃあどうケアしてなんか普通に日々同じように過ごせるようにするかっていうのは一つはあると思います。なるほど。坂梨さんいかがですか。そうですね、なんか私はそのフェムテックっていう言葉にこうあやからせていただいてる感はあるんですけど、うん、でも本当昔からあること、生理は昔からあることですし、うん、そうですよね、昔からあるものをちょっと女性たちにより興味を持ってもらうきっかけのキーワードだなと思っていて、一方であの男性を遠ざけてる気もするので、あの私的にはあの今後は今はフェムテックという言葉にあやからせていただいてますけど、ヒューマンテックみたいな感じで男性も巻き込んであの事業を行っていきたいなって思ってます。まあ、例えばそっちを言うと妊娠ってね、あの当然ながら男性側に理由がある場合もすごくあるわけで、うんうんうん、はい、だからフェムってなるとどうしてもね女性だけのものってなっちゃうけど、実はそうじゃないかもしれないっていうことなわけですね。そうですね、オムテックがあってもいいと思いますし、オムテックね、オムテックね、はい、ないんですよね、私も逆のないのかなって調べたら全然ないんですよね。そうですね、オムテックないっすね。そうなんですよ、だから私はもうフェムテックプラスオムテックでもヒューマンテックっていう感じで事業を今は捉えてますね。今オムテックっていうと多分白髪染めとか毛生え薬とか、でもなんかそのぐらい あるんですよ。あのオムテックっていう言葉はないけれど、うん、スマホで簡単に精子のチェックをできるものとか、うん、あることはあるんです。あと結構男性特有のがんに対応するものとか、まあ、そうですね、男性は男性でいろいろありますからね、はい、いいですねオムテック、ちょっと前向きに、前向きになりますよね、そろそろ俺もオムテックやってみるかな。あのね、もう一つお伺いしたいのが、今そうやって世界中でそのフェムテックともしかしたらオムテックもあの流行ってるとか、まあ、台頭してきてる中で、海外と比較した時の日本の現状というのはどうなんですか。例えばうちのチェックキットはウブチェックキットはですね、はい、あの
筒の中に細長い綿棒を入れて20回スワイプさせて、それを試薬の中に入れて郵送で送ってもらうものになるんですけ ど、うん、こちらは雑貨扱いになるんですよ。雑貨、雑貨扱いなんですよ、はい。ですが、こう指先から微量の血液をですね、針を刺して微量の血液を、うん、吸い取って、そこからホルモン値とかを、はい、検出するものは、まあ、管理医療機器に値するんですね。なんでその差が出てくるんですか。そうなんですよ、針を刺すっていう、針を刺して取ってるからってこと、はい、っていうことなんですけど、まあ、そういうところもですね、きちんとこう認識してないと事業側としても、うん、まあ、雑貨だと思って販売してしまっていたとか、はい、ちゃんと資格を持たないのに販売してしまっていたっていうリスクがあるので、もう厚生労働省とか保健所に新しいプロダクトを作るときは連絡しなきゃいけないんですけど、厚生労働省さんは厚生労働省さんで保健所さんに任せるとか、いやこれは東京都に任せるとか、なんかこう判断軸がですね、ちょっと、まあ、早いしたらい回しになって、はい、自分の責任を逃れるためにね、ちょっと多分言いづらいと思うんで、はっきり言うとそうなんですよ。それでなんかどうしていいかわからないなって人も多いと思います、事業者側は。はい、ズバリその日本政府とか厚生労働省とかのフェムテックに対する意識っていうのはまだはっきり言うとちょっと弱いっていう。そうですね、ただ本当キャッチーではあるので、うん、どんなものか知りたいというふうな印象は、ポジティブな印象を受けてて、最近でもフェムテク議連みたいなものが立ち上がって、うん、あるんですね、はい、いたりはして参加もさせていただいてるんですけど、うん、はい、フェムテックっていう領域を知ろうとしてくださってるなっていう印象はあります。なるほどね、うん、高見ちゃんとかお二人に質問とかありますか。あ、そうですね、なんか海外って物心ついた時からかかりつけの先生がいる方が多いみたいなのも、日本がこう遅れてる原因だと、フェムテックのところがね、とか、まあ、女性が自分自身の体調管理について理解するのが遅れている原因だと思ってるんですけど、なんかそのあたりってなんかお二人はどう考えてるのかなというのはぜひ聞いてみたいなと思ってます、はい。なんかこう性教育のところまで遡っちゃう感じがあるんですけど、うん、やっぱりこう両親からどうやって性教育を伝えていくかっていうところが、まず一つそのかかりつけ医、特に婦人科領域を持つのに大切なことだなと思っていて、うん、割とこうセックスをするなみたいな感じでこう育てる、うん、はい、育てられていって来た方が多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、そうなると産婦人科に行くのが婦人科へかかるのが恥ずかしいことみたいな印象になってしまうので、う、ね、もうちょっとこう規制だけではなくて、まあ、するとどうなるのかとか、うん、自分の身を守るためにどんなことがあるのかとか丁寧に教えてあげて、婦人科にも行くのが普通っていうスタンダードになるような関わり方ができたら、まずは家族からいいのかなって思う。確かに特にこういう部分って日本の場合そのかかりつけ医もないし、親もなんかそういうのなんかタブーにして喋らない家庭も多いから、そうすると子供って、僕も小さい頃そうでしたけど、どうしていいか分かんないことっていっぱいあるじゃないですか。それを相談できない、本当はずっとこう相談できるような人がいるといいのかもしれないですね。そうですね、なるほどね。蜷川さん、この辺のことはどう思われますか。でもその相談しにくいのは多分インターネットでかなり良くなったんじゃないかと思いますね。こう声に出して言わなくても検索すればわかる。そうか、はい、なので、まあ、インターネットにより良い情報が増えていくと、うん、みんな助かるんじゃないかなとは思います。そうですね、ただ一方で本当だと思うんですけど、ネットの課題って結構いろんな情報が出てきちゃうじゃないですか、うんうん、でそれだからキュレーションできるのがやるといいですよね。そうですね、もう本当に情報が情報過多で、それをどうしたらいいのかっていうのは、うん、それこそ私インターネットメディア協会っていうところの理事もやってるんですけれど、はい、そこでもやっぱりインターネットをより良くしていくにはどうしたらいいのかっていうのはすごい課題ですね、うん。蜷川さん、坂梨さん、ありがとうございました。
いやー、高谷美ちゃんお二人の話ほんと興味深かったね。そうですね。しかもフェムテックが大きく3つ、生理、妊活、更年期障害の課題を解消するっていうのが大きなテーマなんだなっていうことも理解が深まりましたね。一方で、まあ、僕も典型的なそういう人だと思うんですけど、生理とは何かって言われても男性だからなかなか分かってないし、例えばピルなんかも実は避妊以外のことで今の若い人なんかは結構気軽に使うんだ、そんなことも知らなかったよね。いや本当今日は自分の知識不足を感じました。ああそういえば高谷美ちゃん、来週はシフト入ってないよね。そうですね。いやね、もしできたらシフト入ってほしいんだよね。っていうのも来週もね、お二人に来てもらってこの続きを話してもらうんだけど、いやほら今日もね恥ずかしながら知識不足だったでしょ。いや知らないことが多すぎるから、高谷美ちゃんにも入ってもらうとすごい心強いんだけどな。そうですね。あ、スケジュール空いてるので入りますよ。あ、本当助かる。じゃあ今日はここで上がっていいよ。はい、お疲れ様でした。また来週。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。フェムテックは何をもたらすのかというテーマでお送りした今夜の浜カフェ、ここで関連本を紹介します。私は今日も私を信じる、自分だけの魅力の磨き方が大和書房から発売中です。 J キャスニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が73万人を超える人気サイト、文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、フェムテックは何をもたらすのか。出演は常連さん、 J キャスト取締役蜷川さと子、お客様メデリ株式会社代表坂梨ありさ、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした。